はいみなさんこんにちはチームハロンズ黒川ですドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日ロンドン市場の見通しとなりますまずは結論からはい2時間足ボリンジャーバンド一目均衡表上昇トレンド進行中ストキャスティックス売りシグナリが転倒ということで2時間足ベース底が高く推移も調整売りには軽快と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します はい、2時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線上昇しております。2時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。はい、2時間足ストキャスティックス変わりすぎな判断基準であります80%ラインよりも上で売りシグナルが点灯しております。加熱感が出ております。<laughs> はい、こちら2時間足の一目金行表ですね。綺麗な上昇トレンドの形状ということです。はい、それでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。 はい、まずはサポートラインです、138円ちょうどレベル、138円ちょうどレベルと考えております、続きましてレジスタンスラインですね、レジスタンスラインは139円ちょうどレベル、139円ちょうどレベルと考えております。 はい、右のバナーのチームハローズ視聴者キャンペーンのご紹介ということで YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハローズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください はいそういうことでドル円本日ロンドン市場の予想レンジです138円ちょうどレベルか139円ちょうどレベル138円ちょうどレベルか139円ちょうどレベルということですポイントです 県庁買いいいの勢いが止まらない調整売り警戒ということで、はい、昨日、ニューヨーク時間なんですけれども5月のアメリカのフィラデルフィア連銀ンン製造業、景気指数あとは新規失業保険申請件数が市場予想よりも強い内容となったほかローガン・ダラス連銀ンン総裁ブラート・セントルイス連銀総裁の高波発言を受けまして6月の FOMC での追加利上げ確率が上昇さらにマカシー会員議長が来週にも 会員で債務上限をめぐる討議を予想していると発言を受けて、まあデフォルト回避期待からドル円はニューヨーク時間終盤にかけまして、百三十八円の七四八まで上昇しました。本日アジア時間におきましては、本邦の CPI が発表されまして、日銀の四月の展望レポートの見通し前年比プラス一点八パーセントを大幅に上回るプラス三点四パーセントになったことや、あとはコアコアも千九百八一年の九月以来の伸び率だったことで。 まあ日銀の政策修正期待から CPI のえー消費者物価指数の発表を受けましてドル円は138円の274まで下落をしました。ただ株高リスクオンの円売りでまあ。 えーとドル円は下げ幅を縮小現在は138円の5 0レベルを推移ということですはいそんな中チャート形状的に言いますと2時間足ボリンジャーバンド1目均好表上昇トレンド進行中ストキャスティックス売りシグナルが転倒ということでドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅く推移も調整売りには警戒と考えておりますドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅く推移も調整売りには警戒と考えております よろしくお願いいたします本日は以上となります